はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチね、なんか最終シーズンということで、幻の、何も存在しないね、最終シーズンが始まったんでやっていこうと思うんですけど、相手あれか、御三家入りみたいな感じか。まあ、例によってね、スーパーボール級からなので。で、ちょっと、普通に多分対戦動画って、なんか、もうあんま微妙っちゃ微妙じゃん。で、僕もね、ちょっと、いろいろこう、話すテーマをね、用意してきたんで、今回は、8世代に限らずだけど、まあ、8世代にあった、過去を振り返りつつ、不正行為をね、ちょっといろいろ話していこうと思います。まずちょっと選手だけ決めたいんだけど、バドレックスの通りめっちゃいい、メタモンもいい、ダイナバドメタモンって投げて絶対負けない雰囲気あるけど、まあドラッパーがちょっとうざい話は割とあるか。ただ誰投げてもドラッパーうざいのは変わんないから、まあ初手で勝ち合っちゃった場合だよね。それ考えると、まあ一応ダイナから入っとくみたいな話はあるけど。いや、でも勝たしたいな、ドラパの。タスキだと、まあまあめんどくさい話がある。でもルギア考えると、まあタスキバドを置くのが硬いか。で、まあ、こう列挙していく感じでね、一個ずつ話していこうと思うんですけど、まず、まあ、時系列的にいくと多分、8世代始まって、一番最初にね、不正が横行したのはね、詐称行為なんですよね。順位詐称がめちゃくちゃ横行してて、まあ、なんでかっていうと、順位を確認する方法が自分のゲーム機内では確認できるんだけど、その、ポケモンホームみたいなのが最初ってなかったから、本当になんか自己申告制だったんだよ。で、一応証拠として、こう、なんて言うんだろう、スマートフォンでスイッチの写真撮ってツイッターに載せるみたいな、それでこう証拠だよってしたんだけど、当然のことながらね、 あとスイッチから直接上げる方法があったの か当然のことながら人の順位画像をねパクって載せるやからが現れたり、それはね、順位の表示される画面のさ、なんか背景のさ、マスターボールが映ってるじゃん、あれを見ればわかるんすよ。背景が同じだから、同じ位置にこう丸い球があって、こいつ、明らかに嘘ついてるなってわかるんだけど、巧妙なやつはね、なんだっけな、それでなんかいろいろ最終的にはバレちゃったんだけど、なんか、巧妙な人はスイッチになんか他人、どうやんだっけな、なんかね、結構でも、いたちごっこだったんだよね、最初は、なんかさ、人の画像を保存してなんか自分でアップしちゃうんだっけな、ツイッターとかで。そうするとなんかスイッチからアップされてないってバレて、でなんかスイッチに保存してるかなんかね、いろいろあるんだと、スイッチにそのツイッターを開いて表示して、それをなんていうの、直撮りで写真撮ってアップするとそれっぽくなるとか、背景の球が見えないようになんかこう画面近くで撮っちゃいましたみたいな雰囲気でアップするとか、そういうやからがね、多数いたと。ただまあ、ポケモンホームが実装されたりして、結構ね、昔詐称してて、後になって、やっぱあいつ嘘ついてたじゃんとかってこう、バレたりっていうのもあったりしたって感じでしたね。まあ、詐称について言えばね、まあ、とにかくなんか、僕からすると、ダサいな一言に尽きるなと思ってて、なんかすごくさ、かっこ悪い行為のなんかナンバーワンみたいな、そんな感じに思ってたんだけど、どうすかね。なんかどうしようもなくね、詐称って。だって、まあいいんだけど別に。結局なんか、詐称し通せたやつはあんまいなかった気がするから。で、結構面白いのがね、なんか詐称して構築記事を書くとか、詐称したその、なんかその、詐称してなんか例えば最終40何位取りましたとかで、そういう構築記事書きますとか、そういう、しょうもないやからがいたんだけど、まあ当然ね、構築記事っていうのは、その人は1シーズン何をこう考えたか、脳みそで考えたことを書くわけだから、レベルが段違いなわけですよ。まあこれ別に個人をこう、あいつはこんなことやってたよなとかっていうことを言う、目的とした動画では別にないので、まあ、そういうね、特定個人へのあれは特にないんですけど、落ちた。まあ、2戦目ちょっと続きからいこっか。多少の話はまあこれぐらいでいいかな。はい、じじ。
はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。普通にマッチングするのには結構驚かされてね、またそれによってね、選出を決めてからいろいろ話していこうと思うんですけど、これラキムドって投げたいかな。割とラキムドワット1って投げた時に、まあ、バドでもいいしメタモンでもいいけどな。はい、あーでも抜けにいんのか、止まるなパクっても。ラッキムドって投げたら、まあさすがに裏はバドじゃないとダメか。でバドパクられて殴り合って、まあでもビットでこだわったところにラッキー引いてステロマイト歌いに行けばいいか。バドラッキムドとかでいいかな。選出初手ね、割と無道から入りたい。いやまあラッキーから入ってもいいな。どっちみちステロ有利対面だったら負けるから、ただ大賀に対して引いてからの方が楽だから、まあ無道から入るか。これで、まあ、さっきはね、まあ、詐称の話はまあその辺にしておくとして、8台の不正行為ナンバーワンといえばね、ダントツでこう極悪さでも被害者の数でも多分ダントツでトップに来るのが切断バグなんだよね。まあ、僕もやられたことあって、切断バグはどういうものかっていうと、対戦中になんかね、特定のタイミングで電源ボタンを切るみたいなことをすると、なんか大変そのものをなかったことにできるっていう、そういうなんか手法があって、それでね、まあ、例によってね、8台って TN を変えるのが自由自在だから、まあ、やりたい放題する人がいるというね感じで、途中のシーズンでね、できないように仕様が変わったんだけど、なんかされたわとかっていう人もツイッターにちょいちょいいたりして、結構まあ謎いんだけど、これが多分ね、一番なんか8台っていうゲームを象徴するやばい不正行為だと思うんだけど、切断バグでね、最終1位の人が切断バグを使ってたりとかね、結構そういうなかなかね、ホットな話題でしたね、当時は。ね、結構いたんだよね、僕がなんかポケモンやる人って、ツイッターでポケモンやってる人って、なんかツイキャスで枠取って対戦してたりするんだけど、最終日僕見てたら、最終日でこれ勝てば多分最終2桁いけるみたいな、当時は最終2桁の価値が結構高かったんだよ。人口が50万人とかいたから、今と比じゃなかったんだよね、最終2桁の価値が。で、これ取れば最終2桁いけるっていう状況で、なんか切断バグされて、うわ、もう人生終わったみたいになってる人いて、でそのまま、その次の試合負けちゃって、もうなんか完全にね、その一連の試合を全部2、3試合ずっと見てたんだけど、なんか、うわ、めっちゃいけるっていう感じから、なんか、その精神が破壊されちゃってね、本当に次の試合もなんか、ひどい目にあって、本当になんか、まあ、メンタルゲーだから、ポケモンって、メンタルやられちゃったなって感じだったんだけど、あまりにもなんかね、ちょっとこう、なんて言えばいいんだろうな、なんか気の毒の一言で片付けれないレベルでね、うわうわーって感じだったんだよね。それがなんかすごい僕は印象的ですね。で、まあ、僕も実際やられて、おおこれかみたいな、結構まあ腹立つからね、あれると。切断バグはまあ結構主観的な話になっちゃったんだけど、結局ね、なんか多分バレてない人もいると思うよ。切断バグしてなんか結果出しましたみたいな感じで、結構大半はね、構築記事を書いたりしたときに、こう、されたやつの並びと同じだとか、ポケモンの性別が全部合ってるから、まあ、ほぼこいつだろうみたいな、ほぼやってただろうみたいな感じで、なんか限りなくこう、黒に近いグレーみたいな、オフホワイトみたいになっちゃってたんだけど、多分、バレずにね、うまくやり通したやつも絶対僕いると思うんだよね。まあ、切断バグ、僕、切断バグされた時の試合、動画にしてたっけな。探してみてください。もう覚えてないね。2年ぐらい前、ちょうど2年前とかか。さすがにもう覚えてないけど、これ、ザシャン一生突っ込んでくるから、プレス打つわ。もう、なんで引くの？お前、おかしいじゃん。一生突っ込んできてたじゃん。まあ、いい王が削れるから。はい。まあ、切断バグ、なんだろう、切断バグについての説明がすごい薄っぺらくなっちゃったな。対戦中に試合をなかったことにできるっていうだけで、まあ、そのやばさが
わかると思うんだけど、まあ、意外とね、あの順位的な影響を受けるのはね、直接された人ぐらいなんですよ、実は。あの切断バグをするやつが30人いてもっていう話があって、30人やってるやつがいて30個こう自分の順位が下に繰り下がってても、あの、まあ、最終2桁を争うぐらいの感じでやってない限りはそんなに影響、だって500位と530位別にそんなに変わんないでしょっていう論調、別に切断バグを僕擁護する気はないんだけど、まあ、そういう論調もあると。ただ実際に切断バグを食らうとすごくね損をするので、あの自分の順位が上がらない分ね、まあ、影響はでかいと。はい、3戦目に行きます。はい、じゃあ3戦目やっていこうと思います。普段さ、僕ってまあ受け回しを結構ずっと使ってるから、あの1試合がね結構長いんですよ。だいたい1本の動画で2試合短い、あ、短いというか長くて、その本数抑えれなきゃいけないときは、まあ、1試合みたいな、ね、感じでやってるから、3試合目に突入することってまずまずないんだけど、新鮮ですね。フェローチェは実はめちゃくちゃ重くて、メタモン投げて、なんとかする？まあ、ラッキームドって投げたいけどな、フェローチェちょっと無理すぎるな。ダイナラッキームドって投げてなんとかなるんだったら、こんな楽なことないと思ってるけど。ね、いや、さすがにメタモンはなくて、タスキだった場合はフェローチェの方が入るんだっけ。それもきついな。まあ、無道経由して、いや、それちょっと弱いよな、さすがに。いや、でもバドちょっと絡めたいな。ダイナバド、いや、でも、無道欲しいんだよな。無道から入ってラッキー裏置いて、まあ、バドで気合かな。ポリツが多分突破できないから、ダイナじゃなきゃダメだったかな。まあ、なんとかなるでしょ。早急だから。まあ、いいや。でさ、1試合につき1個のテーマを話そうと思ってるわけじゃないんだけど、なんかさ、そういうペースになっちゃうんだよね。はい。じゃ、3つ目は、まあ、これは7世代からあった話なんだけど、型共有ですね。まあ、型共有は、あの、知ってる人もね、多いと思うんだけど、まあ、その自分がランクマッチで当たった相手の型っていうのは、まあ、自分で覚えておくものなんだけど、時々ねそれを他の人とシェアしだす人がいて、あのひどいとねエクセルとかなんかスプレッドシートとかを作って、あのそれにね共有しちゃう輩がねいるんですよ、中には。そういうことがあるんだけど、まあまあまあ何が悪いかって、あの一回自分が当たったやつの再戦だったらさ、そのお互いの方がお互い分かってるわけじゃん、構築変わってない限りには。だから公平なんだけど、その突然なんかね、この方って今世の中に出てないよなっていう方をなんか普通に再戦した覚え全くない並びと TN に、あの一戦目でいきなりね一点読みされて殺されると、あのなんでこいつ型知ってんだってなるんだよね。で、まあ型共有って難しくて、悪意を持ってっていうか、その明確に型を共有しようとして型共有してる人もいれば、なんかその例えば YouTube の動画とかさ、あとその配信とかに映っちゃって、それでこう型が知られてるっていう場合もあるから、僕の中だと、まあ、前者はなんか悪いよなって感じで、後者はその配信とか映っちゃうのはなんかその型を広めることを目的としてるわけじゃないから、まあっていう、ただやってることが同じだろっていう話はあるんだけど、そこはちょっとね、あの難しいところではあると思うんだけど、そこら辺はなんかちょっと線引きが難しいかな。ただまあ目的次第だと思うんだよね。そのこうなんて言うんだろう、エンターテイメントをやって、まあ、例えば金を稼ぐ。でもそれ型をさ、他の人にさ、なんか売って金稼いでたらさ、金稼ぐ目的は同じだから一緒じゃないかって言われちゃいそうで、なんかそこについてうまく説明ができないんだけど、まあでもあれかな、まあ、僕の立場から言うと、それで僕のこと批判されない限りは僕は別に何でもいいと思ってるから、特に口を出したりはしないんですけど、僕にこう矢面に立たされた場合には、まあ、僕に文句言うんだったら、あの他の配信してる人全員にもちゃんと平等に文句言ってくださいって言って解決しようと思ってるけど、まあ、未だにそういう場面に行き当たったことはないっていうか、まあ最終日近くで、僕割と YouTube の動画、あの、まともな順位だったら TN は隠すし、
配信もしないから、そんなに悪いことしてないとは思ってるんだけど。ちょ、待って待って、これ、フリーズドライで凍らしてる相手が結構悪いぞ、これは。ちょ、こう来て。ちょ、お願いお願い、もう。一回引けばよかったって話ですか？めんどくさがらずに。ポリゴン2がいたら負けですね。でもこれダイナ投げてても一緒だよな。ダイナ投げてたらもっと、あれだわ。悪い状況に陥ってたわ。まあ、角球の話はこれぐらいでいいでしょう。あとは、まあ、これも7からあるんだけど、トスとかかな。トスは、意図的にこう、マッチングを、まあ、スナイプみたいな形でマッチングさせて、降参してもらうっていうね。そうすると、こう、必要以上に順位が上がるっていう。まあ、よく、オンライン大会とかだとありがちかな。まあ、レートとかで、これもお互いが黙ったらね、バレないからね、ホワイトなんだよね、本当に。で、別に初手で降参したのもさ、なんて言うんだろう。明確になんか例えば、ディスコードとかツイッターの DM とかでさ、こうしてくれって言って、いいよ、トスするよって言ってやってない限りはなんかさ、証拠もないから、あんまあれだよね。まあ、あとは多分ここまではなんか、ここまで来ると、もう本当にどこまでやってなんか、こう、なんて自分の実力以上の順位が出ていいのかって、実際にさ、ポチポチやってそれが出るなら、まあいいと思うんだけど、なんか、不正行為をして得た順位にね、価値があるのかって言われちゃうと、難しいところだと思いますね。そんな感じかな。あとはまあ、ありがちだけど、切断とかかな。切断も一応、悪いこととされてはいるんだけど、まあ、する人がめちゃくちゃいるし、別に僕はそんなに悪いことだと思わないから、まあ、いいんじゃないですかぐらいな感じ。いいんじゃないですかとは言わないけど、なんかそんなになんか、目くじら立てて言うことでもないんじゃないかなっていう。いや、ダメなんだよ。本当はやっちゃいけないんだけど、まあ、真剣にこのゲームやったら、切断したくなることもね、あると思うんでね。まあ僕は、とにかく言うつもりは、ないんですけど。まあでも僕もね、こういう試合ぐらいじゃ切断しなくなったからね。いや、昔から切断そんなするわけじゃないけど、イライラしてるときはね、こういう試合で切断してしまってもおかしくなかったんですけど、負けていいです。もう全部あれ、フリドラ氷とさ、急所でラッキー殺されてるからね。これ、ラジオ動画じゃなかったら、もう大変ですよ。まあ、あとはね、こう、 うっかり言えばね、てめえこの野郎って言っちゃいそうになっちゃったけど、誹謗中傷ですかね、ツイッターで。急所当てても無理か。ツイッターでね、やる誹謗中傷だったり、こういう配信だったり動画だったりね、こう、まあ、暴言を浴びせると。まあでもさ、それで、ね、ストレス発散できてるならいいんじゃないって思うけどね。まあ、殺害予告はさすがにちょっとやりすぎだと思うけど。まあまあまあ、そんな感じですかね。他にもね、お気に入りの不正行為があったら、コメント欄で教えてください。GG、お疲れです。